アメリカ・ニューヨーク州ロングアイランド出身のグラミー賞、受賞ミュージシャン、シンガー・ソングライター、音楽プロデューサー、俳優、ロビ・ドラコ・ロサ、またはロビ・ロサの名前で呼ばれることもある。ロサンゼルスにあるレコーディングスタジオ、マルチメディア・プロダクションのファントムボックスのオーナー。1984年から1987年まで、アメリカ及び南アメリカ、スペイン語圏で、 爆発的な人気を誇ったボーイバンドメヌードのシンガーとして活動していた。妻は女優のアンジェラ・アルバラード。幼少期にニューヨークからプエルトリコに移住し、1984年よりメヌードのシンガーとして活動。ロサは英語を第一言語とする初のメヌードメンバーであったため、彼の加入後バンドの人気はスペイン語圏以外の国々でも加速する。 アルバム、ハロー。メヌードは、グループ初の英語での作品となり、シングル、ライクはキャノンボールは、ハリウッド映画、キャノンボール2に使用された。さらに、グラミー賞、ラケンアワードに入賞し、ロサは、マイケル・ジャクソンとクインシー・ジョーンズが受賞した、サイのプレゼンターも担当した。1985年3月、メヌードは、新メンバーに、リッキー・マーティンを加え初来日。 日本武道館でコンサートを行い、第14回東京音楽祭に出演し、銀賞に入賞。来日中に、ロッテのチョコレートカントリーのテレビ CM にも出演。また、エクスプロージョンコンセールツアーツアーで、同年10月に、再び来日。来日中、NHK、スペイン語講座などいくつかのテレビ番組にも出演した。1986年、再び来日。 新たにロッテのテレビ CM を撮影し、テレビ番組等に出演するもコンサートは行われなかった。この年、メヌードは英語、スペイン語、ポルトガル語でアルバムをリリース。1987年、ブラジルツアーの途中で突然グループを脱退。以前よりロサはバンドのマネージメントに疑問と不満を募らせており、またロサは曲を書く権利を与えられず、これが 決定的な亀裂を生じる結果となった。バンド脱退後、しばらく、ブラジルに身を置き、ポルトガル語で2枚のソロアルバムをリリース。1988年、ロサは、映画、サルサ、灼熱の二人で主演を務める。この映画を通してロサは、妻のアンジェラ・アルバラードに出会う。1990年、しばらくの休養を取った後、ロサは、オルタナティブロックバンド、 マギーズ・ドリームを結成。キャピトルレコードよりアルバム、マギーズ・ドリームをリリース。フェイス・ノー、モアやフィッシュボーン等とツアーを回り、スポットライトを浴びるものの、その後バンドはすぐに活動を休止。1993年、ロサはソニーミュージックとレーベル契約を結び、ソロアーティストとして活動を再開。1994年3月、アルバム、フリオをリリース。 このアルバムのソングライティングはスペインで行われた。また、このソロレコーディングの合間、ロサは、リッキー・マーティンのアルバムを共同プロデュースし、ほとんどの曲を共作した。結果、アルバム、リッキー・マーティンからは、大ヒットシングル、マリアが生まれ、アルバムは300万枚を超す売り上げとなり、ビルボードトップ10入りを果たす。1995年末、フリオに続く、 新作のレコーディングのため、ロサはイギリスに向かう。ロキシーミュージックのフィル・マンザネラをプロデューサーに迎え、1996年の6月にアルバムバガブーンドはリリースされた。このアルバムからのシングルマドレティエラは大ヒットし、この PV はラテンミュージックアワードのベストロックビデオ部門を受賞。1997年、 バガブームドリリースに伴うワールドツアーを行う中、再びこういうリッキー・マーティンのアルバムの制作に着手。ロサは自らをイアン・ブレイクと名乗り、アルバムベルベの楽曲やプロデュースを手掛けた。このアルバムは日本だけでも20万枚以上を売り上げ、全世界で800万枚を売り上げたプラチナレコードとなった。ロサはイアン・ブレイクの名で、引き続きリッキー・マーティンの自作を、 再びプロデュース。1999年に発表されたこのアルバム、リッキー・マーティン、ヒア・アイアムはリリースと同時に全米1位になり、トータルで2000万枚以上を売り上げた。このアルバムからは、ロサが作曲自体を手掛けたシングル、リビン・ラビダ・ロカが全米1位のヒットを記録した。日本では、ゴー・ヒロミが日本語詞に載せたカバー、 ゴールドフィンガー99でヒットした。この時期、プロデュース業に徹していたロサは、その後も、マーティンのヒット曲、シーバングス、などを手掛け、またフリオイグレシアスなど、多くのアーティストやプロジェクトで、楽曲提供、プロデュースを行う。2004年、アルバム、マッド・ラブをリリース。また、このアルバムからのシングル、クラッシュ・プッシュは2004年のベストビデオ部門で、 ラテングラミー賞を受賞。この夏、ロサはツアーをデニー・クラビッツと共に行う。6月にはアルバムのプロモーションのため久々に来日。日本テレビの番組サプリやラジオ番組等に出演し、ライブも行う。この当時、ラコステのキャンペーンキャラクターであったロサは来日中も日本のラコステ用にファッション雑誌、 テレビ等でキャンペーンを行った。12月、ロサは、プエルトリコにて、2万人近いオーディエンスを集客する、スタジアムで外線ライブを行った。2005年に、リリースされたライブ CD、DVD の、ドラコアルナチュラルにその様子は収められている。2007年、ソニーミュージックとの契約を終わらせ、ロサは、自らのプロダクションのファントムボックスより、アルバム、ビノをリリース。 いくつかの国では、このアルバムは、y イエル・タトロデル・アブスルドの名義で、リリースされた。2008年、ライブアルバム CD、DVD、テアトロライブをリリース。2009年、このアルバムは、ラテングラミー賞で、ベストロックアルバム賞を受賞。同年12月、アルバム、モア・ビンセット・オムニアを発売。このアルバムで、ロサは一度離れたフルスソニーと、 ライセンシングとディストリビューションの面で再び契約。2011年、このアルバムで再び第53回グラミー賞ベストラテンロックにノミネート。この年アクセリンパュが発見される。がん治療を行いながら8月にニューアルバムのレコーディングを開始。2012年、スタジオに看護婦が立ち会いながらおおよそ7ヶ月間に及んで制作されたアルバムが完了。 アルバム16曲すべてにゲストシンガーをフィーチャリングし、リッキー・マーティン、シャキーラ、マーク・アンソニー、フアン・ルイス・ゲラといった大物たちを迎えて制作されたアルバムはスペイン語で人生を意味するビーダと命名された。また12月には闘病生活に終止符が打たれ、復帰を宣言した。2013年4月にビーダがリリース。直後にアルバムは ビルボードチャートのトップラテンアルバムで1位を獲得。さらに11月にはラテングラミー賞において最優秀アルバム賞を受賞。この直後、ガンの再発がメディアに報道される。その後のワールドツアーは急遽キャンセルされた。2014年、世界で売れ上げを伸ばし、プラチナレコードに認定されたアルバムビーダは再び第56回グラミー賞のベストラテンポ アルバム部門でグラミーを受賞。ありがとうございます。